はいどうもー、ドンブルゼルの関と亮と山本です。亮次がどうしても瞑想がやりたいということで、瞑想にチャレンジしてみようかなと思います。瞑想ってよく聞くけど、やらないじゃないですか。うん、でも瞑想は何なのか聞くけど、瞑想して何なのか心を沈めて自身と向き合い、今の自身の心がどう感じているかを知ることです。ほう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 。ヤマモに見てもらいながら、あ、じゃあ我々で、そうそう、俺が、うん、あなたたち3人が瞑想してる時に何をしても、だから無っていうことだよね。そう、無でいられるってことだね。そうそうそう、雑念がないからがちゃんと判断してもらう。自分を見つめ直す時間だからね。だから言ってしまうと、もう何があってもノーリアクションということですね。そうです。了解しました。りょうじ、これでいいのかな。かなぁ。なのかな。要はね、3人で地蔵になればいいわけでしょ。そういうことだね。スタート。冷たいとかそういうのはちょっと冷たいとかはもうね、何もないんだよね、こういうの、うん、ないはず。ないんだよ、絶対ないんだよ、うん、冷たいとかそういうのは絶対ないから、これ大丈夫。出た。
ほう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 。なんかいろいろ出てない。いや、こいつなんか今鼻かんだら納豆のネバ、これだから合ってるのかなこれは。でも俺でよかったと思うよ。俺のポジションにヨータがいたら、あのみんな命を失ってる間違いねやりたかったな。いやな、どこよりもチンコよね。チンコよね。チンコよね。溶け出してきた時のツーが。はい、ということで今回、はい、やってまいりましたけれども、瞑想皆さんもよかったらやってみてください。チャンネル登録お願いします。お願いします。